それでもしますかお葬式。3巻ですね。まあ、この話は、この、あの、葬式で、あの、派遣で働いてる、この女の人が主人公なんですけど、まあ、この巻では、あの、まあ、葬儀代をなんか、あの、まあ、踏み倒した人からお金を請求する話なんですけど、 なんか、あの、葬儀、仮葬だけだったら20万円なんだそうです。でも20万円でも決して安くはないじゃないですか。で、それを貸し渋るのに、なんかちょっとでも1円でも払ってくださいって言ったら、あの、ここの、まあ、家の人が子供の貯金箱から、まあほんと数百円を数、数百円抜き取って、あの、435円だったかな。抜き取って、あの、20万円の一部を払うっていうところから、まあ、この花、この号は,なのは,はな、まあ、始まるんですけど、この子供、まあすごい虐待されてて、まあ、この、 主人公の相方の人も、まあ、過去、虐待された、まあ、扱いを受けて、まあ、なんとか子供を助けたいっていうよりは、虐待してる、まあ、なんか、まあ、なんていうか、男の人に対して、あの、まあ、自分の虐待した父親と重ね合わせてみて、あの、そいつを、なんか、警察に捕まえるために、子供を犠牲にするところを、のこの女の人が、女がそれは間違ってるって、まあ、止める感ではあるんですけど、まあ、 言い分としては、この主人公の女の人の方が、まあ、間違いなく正しいとは思うんですけど、まあ、最終的に、あの、この、この間では、あの、まあ、ちゃんと、あの、まあ、お葬式お、お葬式を取りない、と取りないとこで、まあ、終わるんですけど、まあ、あの、でかいと、まあ、お葬式を、まあ、うまくか絡み合わせた、面白い号では、まあ、面白い勘ではあったんですけど、なかなか、うん、 まあ、でも読んでいくたびに思うのは、そこまで無理して、あの今生きている人の生活を、あ生活をなんていうか、犠牲にしてまでお葬式やる必要あるのかな、合同葬でもいいのかな、なんか他に方法ないのかなっていうのを、まあ、感じさせる一策ではありましたね。